でございます。私からはございます。幹事長共同通信の長尾です。よろしくお願いします。経団連が昨日、電力システム再構築の提言を公表しました。原発の再稼働や新増設を政策に位置づけることや、再エネの導入拡大、送配電網設備の投資の促進策などを求めていますけれども、大臣のこの提言のご評価と、今後の政策にどういうふうに反映されていくのか、お考えをください。はい、経団連から電力システム全般に関する提言が公表されたわけであります。政府としてもですね、現在、脱炭素をはじめとするこのグローバルな環境変化が進む中でですね、例えば経産省の今審議会において再エネの主力電源化に向けた電力ネットワークの改革についてご議論をいただいております。また先日もですね、これは官邸でということになりますが、パリ協定長期成長戦略懇談会においてですね、まさにこの気候変動問題とセットになったですね、このエネルギー政策の在り方ということもですね、議論をさせていただいたわけであります。 3E プラス S を実現するための電力システム改革をですね、進めていくことの重要性というのは経産省としても、あるいは政府全体としても当然共有をしているわけであります。今後こういった検討を進めていくにあたってはですね、今回の経団連の提言についてもですね、さまざまなご意見の一つとして参考にさせていただきたいと思っています。NHK 佐藤です。昨日日産のですね、臨時株主総会でゴーン前会長の取締職が解任されました。総会では経理の総退陣を求める声など厳しい声もあったようですけれども、現経理の責任について、大臣の説明をお考えします。はい、これはもう個別具体的な人事ということになりますので、政府としてその人事についてはですね、コメントは控えたいと思います。いずれにせよ日産の今社内においてですね、コーポレートガバナンスの抜本的な改善に向けた検討がですね、外部の皆さんも入っていただきながら議論されているわけでありまして、そのコーポレートガバナンスの検討している委員会の提言の実現に向けてですね、努力をされることを強く期待したいというふうに思っています。才川社長が続投するということについては人事についてはコメントは控えさせていただきたいというふうに思います。昨日才川さんがおっしゃっていることに尽きるんじゃないでしょうか。テレビ東京の方と申します。紙幣をですね、紙幣を一新するというですね、ことなんですが、キャッシュレス化ですね、現金がどんどん減らしていくという中でですね、社会的に大きなコストをですね、だから紙幣の一新というのをこのタイミングでやることというのは、政策の整合性についてした考えではどういうふうにお考えですか。我々はキャッシュレス政策を進めてますが、それによってある日突然紙幣がなくなるわけではありません。今キャッシュレスが進んでいる国においてもですね、当然紙幣というものは使われているわけであります。そういう意味で偽造防止の観点等からですね、適切なタイミングで紙幣を時々変えるというのはですね、当然のことだというふうに思っています。とかですね、消費増税ということでまたコストがかかり、でそれおそらくその翌年ぐらいにですね、新紙幣を対応するためにコストがかかるということなんですけど、そのコストがですね、一般の小売業についてですね、毎年のように負担を強いるということについては、どのようにお考えですか。やはり紙幣というのは国家の根幹であります。これは当然偽造防止という観点がやはり一番重要なんではないでしょうか。一方で我々はキャッシュレス政策をしっかりと進めてですね、中小小売店も含めた生産性の向上に努めてまいりたいというふうに思っています。中国ではキャッシュレス政策によってですね、偽造防止の対策というのが一つです政策効果が出ているんですが、そういったことも関してもやはり紙幣を一新しなきゃいけないというふうに考えます。それは最終的には麻生財務大臣にお伺いいただきたいと思いますけれども、当然一定の期間が経てばですね、偽造防止のために紙幣を変えることは必要だと、それはこれまでも行われてきたことでありますし、紙幣がなくなるというわけではない以上はですね、これはもう私は財務省の判断を支持したいというふうに思います。文化放送の石森と申します。今偽造防止の観点という話がありましたけれども、消費増税後の経済の落ち込みとか、オリンピックの後の経済の落ち込みなんかも懸念される中で、お札のデザインを一新することっていうのは、経済にとって何か効果があるとお考えでしょうか。
今それはちょっとわからないですね、はい、あくまでも偽造防止というふうに今日あの私は説明を受けておりますけれども、はい、テレビ朝日の朝日と申します。あの経団連の提言についてなんですけれども、あの提言の中ではその今後 のいわゆるシステムに関してもいわゆる伏線シナリオを政府で作るべきだというふうな提言がありまして、あのいわゆるミクスを実現するためだったりとかにそのどういう形の選択肢があるかというのを提示するべき、具体的に提示するべきという話でしたが、あの女性婚の時にいわゆる確実性があるということで、いわゆる具体的なものは難しいしいよねという結論になった中で、その3年後にこういう具体性をある程度出せるというのはどうしてなるんでしょうか。あのまずはですね、あのエネルギー基本戦略を去年改定したばかりであります。しかも、まあ、2050年を睨みながら、議論を進めました。その議論にはあの中西会長にもご参加をいただいていた、当時ご参加をいただいてた、わけであります。あのまずはエネルギー基本計画に沿ったですね対応をしっかりやっていきたいと思います。で、あのエネ基の中でやはり一番重要なのは再エネを主力電源にしていくにはどうすればいいかという議論があったわけであります。で、いくつか問題点もですね今浮き彫りになってきてますので、まずは再エネの主力電源化に向けた電力ネットワークの改革をしっかり進めていきたいと思います。またあのパリ協定 の長期成長戦略本でもですね、示されましたように、そこから先はやはりイノベーションが非常に重要でありますので、あらゆる分野のイノベーションにまあどういうスケジュールで取り組んでいくかということについては、あのしっかり議論する必要があると思っています。昨日会見で中西会長は、まあ、パリ協定 の実現を、まあ、ネットに置いた話だと思うんですけれども、まあ、あの望ましいミックスとしては、もっとその原子力の割合を比率上げることがまあ現実的なんじゃないかというふうに会見でおっしゃってたんですけれども、で大臣としてのご認識はいかがでしょうか。これはもう去年改定したエネルギー基本計画に沿って進めていくということであります。すみません、 NHK の岡田です。今の提言の関連で、あの政府と の認識の差としてですね、原子力の新増設とか、あるいはあの、まあ、あの環境整備投資をいかにするかという点でのですね制度設計を求めているんですけれども、そのあたりについて今世耕大臣の考えで、さまざまなご意見の一つとして参考にさせていただきたいというふうに思いますが、あの当面は去年改定したばかりのですね、エネルギー基本政策に沿って進めるということであります。